日本中部地方愛知県西葛海郡愛知県、西葛海郡の範囲西葛海郡は愛知県の郡である。人口15,659人、面積6.18平方メートル、人口密度2,534人、平平方メートル、一家の一町を含む、1878年に行政区画として発足した当時の軍域は上記一町のほか、 下記の区域にあたる。かつては名古屋城や大曽根のあたりまで西春日ガ軍に含まれていた。しかし、大正時代から第二次世界大戦後の1950年代にかけて行われた数回の合併で徐々に名古屋市などへ編入されていった。いわゆる平成の大合併では、その時点で軍に属する町が全体でまとまって一つの市を目指す構想があったが、 新重派と積極派が対立し白紙になった。現在、福井県の三日高み中郡と並び、日本最長の軍名となっている。1、西琵琶島町2、琵琶島町3、清水町4、清洲町5、庄内村6、近城村7、杉村8、六号村9、萩野村10。 川中村11、大野木村12、平村13、上尾台村14、中尾台村15、新川村16、西堀江村17、塚口村18、寺野村19、阿原村20、浅田村21、下野豪村22、一条村23、落合村24、下十個村25、上十個村26、四方の村27.9の、 坪村28、八、平田村29、くんげん村30.6市村31、一、熊野小村32、おぎ村33、三、尾り村34、四、青山村35、五、滝村36、六、豊城村37、七、ょい村38、八、安島村。ありがとうございます。